艦長、未知のエネルギー波が若干強度を増しました。発信源は？この付近のようです。何もないな。エネルギー波を追ってみます。これはアンヌさん。漏洩している未知のエネルギー波はこの地点で最大強度になっています。確かに大きな反応だ。影も形もないけどな。研究所の施設は地下にあって、移動には転送を使うのかもしれません。なるほど。でもそれじゃあ機械が故障でもしたら生き埋めだろう。絶対どこかに非常用の出入り口があるはずだ。工学的な偽装をされている可能性もあるので、このエネルギー波を逆にたどってハッキングを試みます。頼む。ここは見通しが良すぎる。長時間は危険だ。あそこに飛び込め。